クレーと遊んでくれるの？出発！お願い！お願いお願い！お兄ちゃん！お姉ちゃん！クレーの宝物を見せてあげるから、外に連れてって！一緒に遊ぼう！クレー役の久野美咲です。よろしくお願いします。すごくグラフィックが綺麗だと思いました。実際に私もプレイさせていただいたんですけど、キャラクターたちの動きがすごく滑らかで、あと背景とか森や村の風景もすっごく綺麗で、建物の細かいところまで綺麗に描かれていたので、すごくワクワクしました。クレーはすごく元気で無邪気で明るくってやんちゃな女の子だなと思いました。ボンボン爆弾という手作りの爆弾を作るのが大好きなんですけど、やんちゃすぎてよく他のキャラクターたちから注意されたりするんですけど、そういうお茶目なところも含めてクレーの魅力かなって思います。あとはクレーがボンボン爆弾を投げるアクションがすっごく可愛いですし、走り回る時の手の動きもすごく可愛いので、そこも注目していただけたら嬉しいなって思います。似ているところがあんまり見つけられなかったんですけど、クレーのボイス収録をいつもするときに、クレーは明るいセリフがたくさんあるので、こう喋っている私自身もすごく元気な気持ちになれるので、クレーの明るさは周りの人たちをすごい元気で幸せな気持ちにさせる力があるなと思うので、すごく素敵なところだろうなって思います。はい、アンバーちゃんがすごく可愛いなって思います。ビジュアルも頭につけてる髪飾りがすごく可愛いですし、あとはアンバーちゃんが使うウサギ伯爵っていうぬいぐるみがあるんですけど、すっごいモフモフしていて、もう触りたくなるぐらいモフモフしていて、とっても可愛いなって思います。あとはアンバーのバトルで使う弓を引くアクションがすごくかっこいいので、私も実際にアンバーでプレイしてみたいなって思います。あとはクレーともすごく関わりがあるんですけど、ガイアお兄ちゃんもすごいかっこいいなって思います。いつもクレーと一緒に遊んでくれたり、いろんなことをクレーに教えてくれたりするんですけど、先ほどガイアお兄ちゃんでもプレイさせていただいたんですけど、氷属性の剣のさばきがすごいかっこいいなって思ったので、いっぱい戦えるようにしてガイアお兄ちゃんで活躍してみたいなって思います。すごく自然が綺麗に描かれているので、自然と触れ合えたらなって思います。森の中とか町の中、村の中を走り回ったり、あと空も飛べるんですよね。すごい雄大な空の中を大きな翼で羽ばたかせて飛んでみたいなって思います。あとは川とか湖の中に入って泳いだり、魚も取れるということなので、クレーもお魚が大好きなキャラクターなので、魚釣りもしてみたいなって思います。はい、原神とっても素敵なゲームになっております。プレイしていただいた方はもちろん、まだこれからプレイなさる方も楽しめること間違いなしだと思います。クレーのボイス収録も毎回頑張っていますので、もしよかったらクレーでプレイして楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。以上、クレー役の久野美咲でした。バイバーイ。